はい、YouTube で稼ぎたいと大思いの皆様、あなた、えー、ちょっとね、えー、目印を今回は放送しようかと思います。私の場合は、5000本ぐらいの動画ですかね。で、300万回ぐらいの。 再生時間ななのかなちょっと細かいこと忘れましたけども、まあ、5000本アップロードしてだいたい今月の収入ってのが12万から13万になってると思います今振り込みがあったんでまだ書き込みがね行われてないんですけどもそのくらいだというふうに感じてますねだいたいね予測金額出るんですよ広告収入のまあそれを見ると今月は 8月いただけるのは8月22日、23日ぐらいに振り込まれると思うんですけども、これが12、3万だと思います。で、動画が5000本でそれですから、これを5万本にしたら、単純に100万とか120万になるわけですよね。むちゃくちゃいいじゃんと思いませんか。動画どん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 アップロードするだけですよ。私の動画の質ってそんなに高い、高いですかね。まあ、中にはね、高いと感じていただけるものもあると思いますけども、ただ、私の動画1本上げて、 5万とか10万とか100万とかっていう再生はされないんですよ。100万とかは再生されたことないですよね。10万再生っていうのは何本かあるんですけども、5万再生とか、ね、もうありますし、満単位の再生っていうのは結構あるんですけども、ただね、やっぱりほとんどの動画は私は、ね、1000以下なんですよ。でも5000本あると、こういうふうに、えー、例えばブラック企業の収入ぐらいになってますよね、今すでに。で、どうですかね、ブラック企業に10年勤めて、 うん、このずーっとね、変わらない15万前後の報酬をもらい続けるのか、それとも YouTube をずーっとやってて、私ね、一番最初の YouTube トークって2009年みたいです。それまでのアカウントをやめて、2009年から動画投稿のえチャンネルを始めましてね。その、今、それからは、2009年からなんで、 今10年か。すごいっすね。10年やってますね。で、最初の動画って超貧弱ですよ。なんか遊園地のジェットコースター通っただけみたいなね。で、私もなんか喋りもさえてないし、なんか5秒ぐらいの動画なんですよ。そういうところから始まって、自分が顔出しをしたりとかね、いろんなものをレビューしたりとか、試行錯誤して今に至るわけなんですけども、どうですかね。5000本のアップロードで10万円超えるような報酬もらえるようなね、月収ですよ。もらえるようになって、 じゃあ、5万本とかのアップロードだったら、これ月収100万ですよ。ね。多くの方が欲しがってる月収100万。もうね、ネットワークビジネスとかみたいなね、効率の悪いことやってられないですよね。ネットワークビジネスこそ超労働ですよ。何が不労所得だと思いましたね。何が権利収入だと。うん。ないないない。そんなものは、絶対やらない方がいいですね。ほとんどの人は。コミュニケーションが上手な人とか、友達をたくさん作れる人はいいんですよ。 でも友達もいないし、人脈もないし、人見知りするしっていう人はネットワーク絶対ダメですよ。うまくいかないです。えー、まあそういうことでね、そういう人こそ、あの、YouTube をしろうみたいなね。なんか昔ね、バカとブスほど東大 AK みたいなキャッチコピーがありましたけども、私の場合はですね、あの、人見知りほど YouTube みたいな感じでお送りしたいかなと思います。えー、それでは失礼します。